何あれなんかやめるって言ったのその話を聞かせて。元々自分で会社やっとったの？いただいてるコケで。ちょうどコロナのピークの時期で、新築建てるお客さんもいなければ、材料が海外から届かないから。なんか結構でかい話しちゃったよな。買ってくれみたいな話じゃない？簡単に。だけどさ、お金かかるし、何千万もかかる話だから、社長になんか頼もうと思ってますみたいな。バカだろ？バーガーカワゲーこのチンカスとか言って。あのお三方ですよお疲れ様です。お疲れ様です。あ、もう3年作業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 3年乗れんのかみんなでなんか外をそうです。狭いですね、うん。燃え？燃え？なんだ。やっぱそういう車一人だけ乗って。寒いし。いやいな。こいつは外に乗る。いやいや入ってくるんです。外に行くと行ったことないし。OK。お前、紫に沿ったな。お前、殺すぞ、ほんと。紫じゃない。決めてよ、お前。いや、紫ちょっと取って。色入んないんですよ。青い色。いや、絶対。ちょっと、ヘルメット取れよ。おぉ最高。今日は、その話って。何お前なんか、やめる。どういうか。その話を聞かせて。まあちょっと視聴者の皆さん、ちょっとこれ、いろんな情報がバラバラで、まあそれ動画撮ってないもんね。はい。もう俺もだってもうピンチだったもんね、さすがに。みんなお前もやめる。ポイカショーもやめる。いや、もう、たるいなーって。ピンチって俺の言葉わかる？お前が悪いんだって今聞こえてきたんだ、視聴者から今コメント欄に。なんか確実に出たやつが俺だけどさ。じゃあ俺はそういう意味じゃなくて、その俺のピンチっていうのは、投資しとるから、別に俺自分でやろうなんて思ってないから、もうそうそう。まあお前の人たちも、まあ、もう売ろうかな、みたいな。で、まあ、だけど、カンタとか、リュウジとかと喋ったら、まああいつらもやっぱ、やる気あるし、はい、やってみたいっていう思いもあるし、はい、で、まあ、じゃあ、継続で、まあ、井村翔を入れるとか、そういういろんな話が動いてたし、また2点3点して、はい、堀川翔が、はい、ああ、見ないです。お前の金髪見たらやめる気なくなったらしいぞ。え？そりゃそうだろう。何っすよ。じゃあ、お前。怖い。ゴンザーツが。カメラもめちゃくちゃ近づいてくるうーん。まずは、何の話って。お前がどこまで考えとか、まあ、動画で言うの嫌なの。まあ、言った方がね、でも夢ってね、言わんと現実にならんというから、なんか思い切って今お前が決まっとること。まあ、俺に話より具体化したと思うだろう。米だね、二人で飲んだ、酒飲んだ。まあ、出てこんっすよ。こ俺こいつが食うまでサンドイッチ食ってた。なあ、確か。ミックスサンド食ってた。あんま喋ったら、自分が喋ったら。ああ、マジで。はい、帰りたいなと思った。いや、はい、いや。お母さんも怒られるし。君は怒ったかもしれない。いや、怒ってないですよ。僕の考えてることで、このまま金髪でお前は行くか、つって。それよりやることあるだろうって。怒ってるじゃん。お二人でそこじゃあ話してや。でそれはいいんだけど、まあ、そのお前の何、やめます。ね。やめて。塗り替え道場がたるいと。そんなこと言ってます。まあ、だけど俺は本当に、これから翔にも言ったけど、ぬるいなと思うよ。お前ら全員ね。いや、もっと力ある。もっと上目指したいんだよ。まあ、しばらくもう作業としてはもう、偉いなと思う。今日も文句一つ言わんと。堀川翔に電話したら、正午まで日帰りで行ってんの。あ、そうです。すごいな、正直。それは。認める。じゃあいいじゃん、でも。じゃあその、仕事以外のビジネスっていう観点で行った時に、
なんかホワーしとんだろうな、肩も覚めてみたり、毎日なんかね、あの人はこれぐらいしかやらんからその人に合わせてみたり、その場に行ったよな、リュウジがこれぐらいだったら僕らがやっぱやったらなんかとかさ、これ聞いてる？リュウジ君リュウジ君今日は見ないでね気の悪口言うからそう、漫画にやめてない、どうしたよ、やめて、また独立を、もともと自分で会社で取ってたの、で、まあ言い方悪いけどこけて、まあそうっすね、ちょうど結婚したてぐらいの時に会社こけたんだ、いや1年間は、まあ、こけつつも、こけつつも持ちこたえてた、持ちこたえれてはないですよ持ちこたえおっとっとよっとっとあのギリギリのところをずっと、何が原因潰したん、何が原因、だってお前ら手間抜けなんかしたら失敗なんか絶対ないじゃん、俺からしたら思うけど、ちょうどコロナのピークの時期で、ああ僕もともと暇だったもんな、特に暇な理由が新築の、住宅の新築メーカーの足場を専門的にやってたんで、結局そのコロナの一番ピークの時期にその新築建てるお客さんもいなければ、新築建てるにもその材料が海外から輸入が届かないから足場を組んでも待ちの期間が長いので、そういうことか、その間の仕事がなかった、で改修とかやってる会社さんだったら生き残ってるんですよね、あんまんだ、改修も暇だったよ、改修も暇だと思うんですけど、結局まあ新築一本で絞ってるのが多いんですけど、改修に取っとけばまだ仕事入れてるな、結構仕事ないよねってなっちゃったんだ、仕事はあるけどかけてもバラシが来ないとか、だからもうそんな忙しくないってことです、そうっす、ずーっと1年間ぐらいその暇な時期があって、でそういうことか、従業員もおったんで、従業員の生活もあるんで、応援に出すんです、で、まあ、ここは使えるか使えないかわかんないですけど、その従業員に払ってる金額あるじゃないですか、応援に貸すんですけど、応援から来るその子の日当が毎日2000円マイナスなんですよ、ああそういうことな、で給料1万5000円払っとんだけど女優1万3000円しかもらえてるから、そうずっと赤字でも払っとったんだよ、お前は、まあ、偉いな、そういう生活だからって、でお前もずっと赤字でやってたんだ、ずっと赤字です、で自分の利益も自分が応援行くんですけど、まあその分しかもらえないもんで、いつまでもマイナスマイナスマイナス、ああそれはきついわ、ガソリンとあそうだよな、月々その固定で払うものがあったんで、ずっとマイナスマイナスを 1年間ぐらい続けてて、でコロナがだいぶ収束したと思ったんですけど、新築の町の方の待ってるお客さんの方が優先になるんで、足場を組み終わってるところの建物ができてこないと、ああまあそうだ、メーカーさん側からするとずーっと動かんわ、動かない、はあそれでか、なんでもうまあ畳んだと、でまあ塗り替え来たんだろいきなり、で一応見て、まあ、ちょっとどこ行ってみようかなみたいな、そうすげえ、なんか結構でかい話しちょったよな、どこまで行けるかな、まあ話が来てるだけの、まあ、社名とか言わずになんかどういう話なんだ、あるとある会社で、とある会社が、まあ、買ってくれみたいな話じゃないです。簡単に言うと。そうっすね。やらないって。そうです、ね。たけちゃんやらないって。結局。金髪のお前に言ったわけだろその人も、大したことないんですよ、いつもな。俺だったらそんなやつだよ、頼まんだよな。結局、その、職人さんが全員、
独立だったり辞めたりしてて、材料もあるしトラックもある、材料もあるしトラックもあるけど仕事を受けれない、うん、ああ人が人手が足りない、うん、仕事はあるの？そう、でも結局その仕事も今僕の得意分野の先行ばっかなんで、うん、ああそういう意味かね、先行場所もお前得意なわけだ、先行場所、あの新築と改修の違いって分かる？分からない。新築って足場先に立つんだ、だから真ん中に材料置いてビャッて組めるわけよだけど改修ってこう狭いところだから、はい、でこの改修ってが、まあ、奥からガーッと組んでくるわけじゃん、まあ、簡単に言うと、でもういろんな密集地とかいろんなこと考えたりね、あるじゃん。で新築って基本的に何もないここに足場先にかかるわけよ、だからポンポンポンって3軒分とか大体建てるところで3軒分を、 その代わり新築が難しいとか図面で全部図面通りとかあって、どういう建物が建つって図面見るとわからんじゃん、はい、そこにもう足場も図面がしっかりあるんだな結局、そう、それずれ取ったらだって10センチずれたらもうダメよ、そうですよね、その新築に合わせながらね、そのちょっとまた全然違う仕事だよね、そう、そういうのは今話があってやりたいなと、やりたいなとは思ってます、うん、で俺は何て言った、金髪のお前にお前はバカかって、お前はバカかバーガーって言ったよな、ホントにバーガーって言ったわけがお前バーガーって髪の毛黒くしてこいよって、でそれをしかもさらにやりたいと、でこいつがだけどそのお金かかるじゃん、何千万もかかる話だから、うん、社長に何か頼もうと思ってますみたいなと言ってきたから、ちょっと俺がさ何千万お前に出すわけねえよバカだろバーガーあげこのチンカスとか言って言ったらこの顔向いてから電話しばいだからでもそうじゃん、今じゃお前の行動すごい優秀だなあれだな、じゃあ寺道君は社長こう大きい話があるんですよ、ビジネスパートナーありません、しっかり持ち出せますんで打ち上げましょう、おいいよちょっと話聞こうか、だけど俺本当にお前に金なきゃ多分他の営業マンとかなはってなるの、それで成功しやんよ、うん、どこまで行ったって綺麗事じゃないから、あクラブ何の話しちゃった、何の話しちゃった、仕事だろお前、カメラ持っとるだけだろそこでお前質問するのも仕事だろお前、そこお前スタンドでいいよお前、じゃあカメラスタンドでいいよお前、スタンドになれない、おいカメラ持っとるな、これ怒っとってカメラ回ってなかったら何で言わないじゃんお前よ、何度言われたら分かるんだ、はい、お前途中まで覚えてるのが寺道さんに、ああそうだな、まあお金、ああそうだな、だってそうだよね、だからそれはまあ俺カンタとかリージョンも言ったけどね、じゃあこうなった時にやりたいです、これから生涯やめるから僕リーダーやりたいです、だけどもう甘いことじゃないから、うん、俺もう何億円って預けなかったからさ、うん、そうじゃん、で他の人たちの生活を支えるわけじゃん、責任者とお前たちそうじゃん、偉いじゃん、そういうことじゃん経営者、それいい時はお金になる、はい、悪くても生活をそうするとさ、悪いでお前も一緒にそんなって、じゃあお前じゃいい時それ半分食えてねえがやってなるじゃん、まあそうか、まあ、確かなんかトータル何か分からなくなってくるまとめような、もう終わろうかなと思ってるけどまあだけど一回失敗してお前がさこうやってやっぱ成長してうち来て何も変わってねえなと思ってた。なんでなんで俺ひどい俺人間のクズ。はい。人間のクズ最高人間のクズ最高人の傷口に塩の。はい。本日の動画は以上になります。結果サムネは、成長してません、私。成長してません、私。何度でも同じミス繰り返すダメな男。タケです。はい、これはサムネです。私もうフィリピンに帰りますって、それでしょ、お前。いや、国籍日本はい、国籍日本こっち呼ばれたんだろ、お前はな。はい
お母さんも素晴らしい人だわ。優しいな。男で生まれて、せっかくうまいごたえ満足生まれて、仕事を。すいません、いいですか？ん？上がってます。あ何だいや、これ叩いたやつか。多分、いや、キャンダーは結構、もう入ったんだ。入ったらめちゃくちゃ痛いんだ。そう。あそこから来たっす。あそこから来たっす。あとからじわじわ来たっす。そう、内臓は剥き出しなんだって、キャンダーブローって。うん。そうなるんで、入っちゃうって、ゴワーってなるんだな。途中ぐらいから全く話入ってこなかった。痛い痛い痛い。そう。お母さんなんかおのでもいいやろ。お母さん。そんなんじゃない。お母さんより俺の息子だ。はい、じゃあ、しゅうたろうさん。まあまあ、今度ね、まあちょっとこの、ゆっくり、その、まあ、やめようやめんっていう、いろいろ話が動いて、いろんなことは、ちょっとゆっくりちゃんとしたこと、形で話そうかなと思ってますんで、また、ちょっと明日は、いろいろ、また成長が見れるかなと思うけどな。はい、楽しみにします。せーの、また見てね。